オルティガーラ3の戦いとは、1917年6月10日から6月25日にかけて、アジア語高原にあるオルティガーラ山で、イタリア王国とオーストリア・ハンガリー帝国が行った戦い。イタリアは、前年のアジア語の戦いの結果、押し返したとはいえ以前として、オーストリア・ハンガリー軍がいくつかの国境拠点を、抑えていることを憂慮していた。それらは、 新たな反撃がオーストリア・ハンガリー側によって行われる際、不利な要素になることが予想されていた。イタリア陸軍は憂いを立つためにそうした拠点の中で、特に重要であったオルティガーラさんの奪還を試みることにした。この戦いでイタリア側は30万名の兵員と1600門の砲兵を2、3キロメートルの範囲に集中させて投入した。 オーストリア・ハンガリーに対して大きな数的有利を得ていた反面不利な部分も存在した。6月10日に始まった戦いは血なまぐさく激しいものとなり激戦の末にイタリアの第52アルピーニ師団がオルテガーラ山頂上の占領に成功した。イタリアのアルピーニ兵は士気の高さを除けばオーストリア・ハンガリーの山岳部隊より劣った装備しか持たなかった。 しかし彼らは敵の抵抗を制して山の頂上へと登り、1000名のオーストリア・ハンガリー兵を捕虜にして17丁の機関銃を露隔した。その後、増援の到来でオルティガーラ3すべてがイタリア側の占領地に戻った。オーストリア・ハンガリー軍司令部は直ちに奪還を前線に命令し、多くの増援を送り込んだ。第52アルピーニ師団は、 懸命に防衛し、ナイフや拳銃を使った白兵戦闘が各所で行われた。戦いの最中にオーストリア・ハンガリー軍の砲兵隊は毒ガスを使用しているが、これはイタリア戦線で使われた二度目の毒ガスだった。両軍は一種の騎士道精神に加え、変わりやすい気候から山岳戦で毒ガスを用いるのを好まなかった。オーストリア・ハンガリーは、 様々な手段で4つの陣地すべてを奪還したが、イタリア側もさらなる攻撃によって2つの陣地を再び取り返した。6月25日に両軍の戦いは終結した。戦いはオーストリアのチロールからの攻撃に対する可能性を減らすという意味で一定の勝利につながった。1917年6月29日に、 第52アルピーニ師団は占領していた陣地から撤収したが、半数近い兵士が犠牲となっていた。後年、オルティガーラさんは、アルピーニのカルバリと、あだなされ、多くの遺体が眠ったままになっている。戦後に、オーストリア捕虜を伴って、イタリア陸軍の大規模捜索が行われたが、それでも未だに戦死者の遺体が見つかることがあるという。イタリア陸軍司令部は、 第六軍のエッーレ・マンブレッティ司令官に作戦上の責任があるとして彼を解任した。ありがとうございます。